はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院復活副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日はですね、お休みをいただいてたくさんですね、ちょっと今日は本を読んでたんですけど、その帰りにちょっと治療院に寄らせていただいて、動画を撮らせていただいてます。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、歩いてる時に座骨神経痛が出ます、座ってる時に座骨神経痛、座ってて立ち上がる時に座骨神経痛が出ちゃいますっていう方にですね、向けた動画を撮らせていただいてます。で、そういったですね、症状の原因はですね、どこにあるのかっていうと、腸骨筋って言われるですね、お腹の中の筋肉ですね、腸骨筋って言われるお腹の筋肉、でそれがどこなのかっていうと、こちらですね、今青く光ってると思うんですけど、はい、動いてますね。はい、この青く光っているのが腸骨筋なんですが、まあ、この筋肉っていうのは、よいしょ、この骨盤のこの中にあってですね、ここからこの股関節の内側についてくれてる筋肉です。で、この筋肉っていうのがですね、硬くなってきてしまうと、例えばですね、あなたが右側に症状が出てるとしたら、こうやって歩いてる時にこうかかとがついて、この瞬間ですね、この瞬間とかにピリッとですね、太ももの裏だったりとか横、はたまたふくらはぎの方に、しびれだったりとか痛みが出る方がいらっしゃいます。あるいはこうやって座ってて、ご飯とか食べて、さあ立ち上がろうかなと思ってふって立った時にピリッてくる方ですね。こういう方はほとんどこの腸骨筋って言われるこの骨盤の中の筋肉が原因で、症状が出てる方が非常に多いですので、今から一緒にですね、ストレッチをやっていただければと思います。そしたらやっていくんですけど、まずはですね、誰でもできる、あなたが高齢者だったりとかでもできるですね、まずケアの方法をお伝えしていくんですが、まずこの腸骨筋っていうのはですね、この腰骨ですね、腰骨、ポコッとしたところの骨をまず見つけてください。そこから指3本ぐらいですね、内側ですね、指3本内側、ここからですね、奥の方ですね、背中側に指をぐーっと沈めていきます。ぐーっと沈めていきます。これを座った状態でぐーっと奥の方に入れていきます。で、これで入れにくい方は体をまず前に倒してみてください。体を前に倒します。そうすると入れやすくなると思いますので、で、入れたらですね、その後こっち側ですね、こっち側、これで言うと今ここまでぐーっと奥まで入れてたんで、そこからですね、骨盤のこっち側、こっち側にぐっとこう触ってあげるような感じですね。ここに腸骨筋っていうのがあるので、はい、なので右側に症状ある人は右側、左側に症状ある人は左側のこの骨盤のところをぐーっとまず背中の方に押してあげて、なおかつこっち側にぐっと引っ掛ける。で、引っ掛けていただいたら、この状態でですね、お尻を振ってあげます。お尻を振ってあげます、横にですね。で、この時に上半身をこういう風にする人いるんですけど、これでは違うので、上半身はそのままで、お尻を横に振ってあげてください。で、これが難しい方はこの状態で足をですね、こういう風に開いて閉じて開いて閉じて、これでもいいです。これを30秒ぐらいやっていただきます。はい、30秒ぐらいですね。はい、OK です。っていうのがまず一つと、もう一個はですね、重症と、ごめんなさい、ある程度体が動かせる人ですね、動かせる人はちょっと今からお伝えするのをもう一回やっていただきたいんですけど、次はストレッチですね、ストレッチ。はい、まずですね、右に症状があると思ってください。で、ある場合は左足を前に出します。右に症状がある方は左足をまず前に出していただいて、こっちの足をですね、こうまっすぐではなく、ちょっと内側にこういうふうに倒していただきます。内側に倒します。で、両手をですね、こんな感じで置いていただいて、体をこう倒すんじゃなくて、ちょっとまっすぐですね、横から見るとこういうふうじゃなくて、こういうふうに起こしてあげるような形ですね。で、起こしてあげたら、この状態でフラフープを描くような、ごめんなさい、フラフープを回すような感じでストレッチをしてください。はい、この状態でフラフープを回すときですね、こういう感じ。
はい、そうするとこう回してる時にですね、ここが伸びる感じがあれば正解です。お腹からここにかけて伸びる感じがあれば正解ですね、はい、これを30秒ほどやっていきます。はい、遠くの方できるだけ見てあげてください。遠くの方1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じで30秒ほどしていただいて、立ち上がって歩いてみると、もうおそらくですね、歩いてる時のさっきの痛みは軽減してるんじゃないかなというふうに思いますので、その効果があった方はですね、これを続けていただければと思います。はい、そしたらですね、今日の話をまとめていくと、腸骨筋って言われる筋肉が硬くなってきてしまうと、太ももの裏だったりとか横だったりふくらはぎにしびれ痛みを出してしまいますので、ぜひ今のケアをやっていただいて、また、症状の改善に努めてみてください。で、明日はですね、階段を降りるときですね、階段を降りるときに症状が出て、座骨神経痛が出ますよっていう人に向けた話をやっていきますので、興味がある方はこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。